京都の中心部から車で20分、町と山の境界線の暮らしは四季折々の楽しみに事欠かない。ご飯の匂いがするぞ。おー、ラーメンのスープ今そっち持っていくし、イノシシの骨で取ったスープ、イノコツ、豚骨じゃなくてイノコツラーメン。罠を仕掛け、かかった獣を狩る。まあやっぱりその自分が食べる肉を自分で調達したい。狭漬けイノシシ食べてんの贅沢やなとか言われて、そうなんみたいな。野草とか木の実とか、これムカデの、ムカデ油の匂いちょっと嗅いでみて。おお。漁師になって19年、獣道を歩くことに飽きることはない。動物とちゃんと向き合う、動物の命を奪うってことも含めて自分でやりたいな。京都の森、700日の密着記録。僕は漁師になった。よいしょ。